ここはオオクワガタがいるでしょう。ネイチャー荒川と専門のウソチャンネル裏バージョン。いいよ。その格好なんすか。下やばいと思う。やばいっす。いや舞踊会行ったらお前ボコボコになるぞ。あはい。あいやいなかったら大丈夫。まあ今日はその気候的に大丈夫かなと思ったけど。あでもちょっとカポみたいなね。なかったら来た方がいいね。はい、長袖ぐらいは。実務さん。え？あまりにこの宿の前でこの人立ったら。うん。まあ、ちょっとさすがに人はぎょっとしますよ。だって今から命をかけて頑張るんだから。わかんないですけど、じゃあもう行くんですかね。行くよ。山にとりあえず行くから。夜からやるんでしょ。そうだよ。だからこの時間に行かないともうちょっと間に合わなくなる。間に合わない。間に合わないっす。行こう行こう。4時半。とりあえずまず乗れ。うざうざうざ。時間が一番の財産だから俺は。お金はないよ。お金はないしあれもないけど、はい、ちょっとでも自分でやりたいことに時間を費やしたいから。はい、だからここまで来てんじゃん。ここに来てる芸能人いる？いやまあいないです。いないよこの景色見て、はい、おーと思ってる芸能人は、はい、俺はだからここに来てる、はい、自分にとって今一番やりたいこと、はい、もう初夏春の終わりに、はい、普段行かない人間が入らないところで、はい、昆虫観察をしたいわけよ。あ、キャンパンですね。うざうざうざ。全て計算通りじゃあ今は順調に来てるってことですか。いや順調を超えてるね、はい、120点は行ってる。まず山の一番寒いところで、はい、コクワの蜜が出てこない。ねえ桜井さん、あのココアの蜜が出ると思わなかったね。桜井さんマジめっちゃイエスなんですけど。いや本当その通りなんですよ。あそうなんですか、はい、あそこにメスいないよね。しかもココアが深山のいる場合もあるけど、はい、だと俺はちょっとそのリーチになんないんだよ。ココアのメスがいたっていうのはリーチっていうもうね次にビンゴってやつがそのもうスタンバイ状態になったってことだから。あそこでココアのメスがいたんだったら、はい、ここはオオクワガタがいるでしょうと私は思った瞬間でした。工場委員会ちょっとたまたま宿でやってて、はい、こんな風になるんだ、こんな番組ですみたいな、なんか番宣番組だな、はいはい、なんか一生懸命やってたよお笑いを。本当ですか。あんなことやってた時もあったな俺は。もうそういうのやめたんすもんね。いや、やめてないよ。やめてないよ。そうですか。やりまくってるよ、それは。本当ですか。ただ、呼ばれないだけだよ。すいません。俺だけ呼ばれないんだよ。りゅうちゃん、ひよこちゃん呼ばれんだよ。はい。俺だけ呼ばれないんだよ。なるほど。あー、ここだよ。ここ、桜井さん、ここじゃないの。これですよね。これ。これですか。でもやっぱりここいいっすよね。俺だな。ここ。まあ、森としてはいい。いい。降ります。ちょっと降りよ、ちょっと一緒に高いので降りようかな。あ、気温が低い。うわ、寒い。やべえ、寒いな。さっきのあっちのが蒸してたね。これ川が近いからでしょう。川が近すぎるから温度が下がっちゃってるんだね。でも最高ですよね。あっちは飛んでだから虫が飛んでくるかもね。ここですか。ここだったっけな。原田さん、もっと先かもしれないな。もうちょっと行ってみましょうか。ここじゃない。俺が一発目に一番いいって言ったとこ。もう一個先だ。木がね、こういうところにこういう目印になる木がこっち側に立ってるの。違いますね。ここも悪くないですよ。はい、うざうざうざ。すげえ。来て来て来て。キツネ。おお、走ってしてる。すげえ。キツネ早い。キツネ早いよ。キツネだ。キツネ。おお、すごいですよ。まだ走ってる、まだ走ってる。体力あるね、キツネって。頑張りますね。すごいですね。でも全然本当森に入らないですね。全然入らないですね。なんか走ってんだってこと。あ、おお、すいません。危ない。下がろうかな。まだダンプいたんだね。動物見た時、昆虫取れるよね。そうですね。なぜかって動物が出てくるの、虫を見つけようと思って来てるから。あ、そうなんですか。そう。へえ。
うざうざうざ。ああ、ここもちょっと見えるけど。なるほどね、坂内さん。ここ見えるな、見えるね。ここも車逃がせるんですよね。そう、ここに見えるな、見える。この上の助走がどうなのかって言ったんだよな。どうだろう。まあ、この橋を向かって、ここを照らすって、こっちもあるから、今でも悪くない。ほら、こことここはできるから。あ、ここもね。左っぽいですよね。ここもありっぽい。ここさっき見ましたよね。これもあり。ついに場所決定ですか。決定だね。こうなったらいいんじゃないですか。これだったらね、夜になったら車下げてくればいいですよね。そうだね。あの開けたところで、ここその日の終わりぐらいでやれば。そうだね。日の終わりのところであっち側に向けてやりますか。決定。決定。お弁当タイム。いやいや、決定してる。どういうことですか。もう場所決まったらお弁当タイムだよね。なるほど、お弁当だ。いやいや、もう決定したらなんか準備とかそういうこと。準備するよ。桜井さん準備早いから。まあまあまだ早いから。バタバタする前に弁当タイムかなっていう。すげえっすよ。お。お。なかなかの弁当じゃないこれ。弁当。すごいですね。豪華な弁当だな、これ。恵比寿屋さんの旅館の人が作ってくれた手作り弁当。豪勢じゃないですか。これ贅沢じゃないこれ。なかなかすごいですね。これ食いたかった。この鳥のすごいいい声と一緒にこれを食う。はい、鳥の声を聞きながら鳥を食う。あ、まだあったかい。うまいですか。うまい。声が響くだろ、はい、マジこれ今都会じゃ出せない声出してます。おいしい。おいしい。ソフィラみたいになってるですね。お弁当ね、ご飯炊き込みご飯みたいになってる。はいはい、いいっすね。カレーの煮付け。カレーの煮付けだ、はい、おいしい。甘露煮になってる。何か起きる。何かが起きる。うざうざうざ。目が癒されるだろ、この黄緑。いや、そうっすね。すごいとここう入ってますね、これは。いや、すごいとこ入ってるね。これすべてだ。これはもう半端ないっすね。昆虫観察には最高ですよ。はい、もう学者さんです。僕と桜井さんは昆虫学者さんです。もこれはここに止めれる。ああ止めれる、うん、あれあれ、これはあれ。おあっちもあって、ここへ思いっきりズダーンと入れてズダーンと入れてみて。おまあありだ。ありありですよね。あり、いいですね、はい、ここ座れますし、うん、休める。ここは椅子がこういっぱいあるから。椅子がいっぱいあります。危険な椅子ですけどね。うわ、危険な椅子や、これ。危険ですね。おぶねえ。とんでもねえドロップオフです、これは。これ落ちたら死ぬよ。これ死にますね。慌てないで。はい。なぁ。決定。ついに。ここが昆虫観察の場所。お弁当を食べたから声がでかい。ネイチャー。弁当は俺の命だからな。すごい、豪華やな。すごい。ヒラメ、何カレー？カレーですね、カレーだよ。